竜角寺、岩屋古墳は、千葉県印馬郡栄町竜角寺にある宝墳、114基ある竜角寺古墳群の105号古墳である、竜角寺古墳群、岩屋古墳として、国の史跡に指定されている、夏の竜角寺、岩屋古墳印馬沼北岸の標高約30メートルの大地上に位置する、築造年代は、古墳時代終末期の世紀前半頃とのと、世紀中頃、 との説がある。これはこれまで岩屋古墳から検出された出土品が全くなく、主に横穴式石室の構造で築造時期についての論議がなされており、築造時代を推定する材料にかける上に、龍角寺古墳群内で岩屋古墳の前に築造されたと考えられる、浅間山古墳の造営時期が7世紀初頭との説と7世紀第2四半期との説があることによる、 噴球は三段蓄生で一辺78メートル、高さは13.2メートル、幅3メートルの修行と、修包みが巡っている。同時期の大豊噴であるカス高山古噴、山田・高塚古噴ももしのぐ規模であり、この時期の豊噴としては、全国最大級の規模であり、古噴時代を通しても五世紀前半に造営されたと、考えられる、奈良県か市原市の増山古噴に次ぐ、 第2位の規模の豊富である。南面には2基の横穴式石室が10メートル間隔で並ぶ。西側石室は奥行き4.23メートル、奥壁幅1.68メートル、高さ2.14メートルを測る。東側の石室は西側よりやや大きいが、現在は崩落している。石材は業界室砂岩でこの地方で産出される貝の化石を多量に含んだ。 下宇佐サ総群記念層のものである。被装者は不明。1970年に噴球と横穴式石室の測量調査が行われている。岩屋古墳は、現在114基の古墳が確認されている、龍角寺古墳群に属している。龍角寺古墳群は、インバヌマ北東部の下宇佐大地上に、6世紀から古墳の造営が開始されたと見られており、当初は、 比較的小規模な前方公園墳や円墳が築造されていたと考えられている。その後、7世紀前半には、インバ沼周辺地域では最も大きな規模の前方公園墳である、浅間山古墳が造営され、岩屋古墳は浅間山古墳の後に造営された。浅間山古墳造営までの流角寺古墳群は、丘陵内のインバ沼に面した場所に作られた古墳が多かったが、 浅間山古墳以降は古墳群の北に当時存在したカトリ海方面からの谷奥の丘陵上に築造されるようになった。岩屋古墳もカトリ海方面からの谷の奥にあたる場所に築造されており、これは陰馬沼よりもカトリ海方面を意識した立地と考えられている。岩屋古墳以降、龍角寺古墳群では三磯岩屋古墳など、 豊墳の築造が7世紀後半にかけて行われたと考えられている。岩屋古墳は測量の結果によれば一辺約78メートル、高さ約13.2メートルの豊墳で、墳球は3段蓄生されていて、1段目と2段目が低く3段目が高くなっている。墳球周囲には南側を除く三方に約3メートルの周行が巡り、周行の外側には、 外包みが見られる。これらを含めると、全体規模は110メートル四方に達する。また2008年に行われた測量調査により、噴球南側の谷側から噴球に向かって、車路が作られていたことが判明した。埋葬施設である横穴式石室は、噴球の南側の裾部中央に二つあり、共に沿道を持たない、両袖式の原質だけの構造である。 東側の石室は、長さ約6.5メートル、幅2メートル強、西側は4.2メートルである。石室は両石室とも、キネ階層と呼ばれる。インバヌマ近郊の狭い範囲に露出する貝の化石を含む砂岩で築造されている。柔らかい石材であることもあって、長さ60から100センチ、幅30センチくらいに切った石をれ縁ガを積むように、 互い違いに積み上げている。また石室内で棺を置いたと思われる場所には、浅間山古墳の横、小穴式石室で用いられた、茨城県筑波山近郊で産出される変岩を使用している。龍角寺古墳群で岩屋古墳以降に築造された、味噌岩屋古墳などの宝墳では、変岩は用いられることがなく、貝の化石を含んだ佐賀の実が用いられることからも、 古墳の築造順は、浅間山古墳、岩屋古墳、岩屋古墳以外の宝墳という順序であったことが推定できる。岩屋古墳の横穴式石室は、古墳書の内容から1591年にはすでに開口していたと考えられており、開口していた石室をめぐって柏湾伝説という伝説が伝えられるなど、民間信仰の対象となっていた。古くから、 石室が開港していたことと本格的な発掘がまだ行われていないため岩屋古墳からはこれまでのところ副葬品は全く発掘されていない1941年に1月27日国の史跡に指定された2009年には龍角寺古墳群及び周辺の地形を含む広範囲な地域が追加指定され龍角寺古墳群岩屋古墳として 史跡の名称変更が行われた。管理団体は、栄町である。ありがとうございます。